皆さんおはようございます。皇室の話題。どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。秋篠宮様父は安西高行 ?DNA 鑑定で崩壊危機に実は道子様がある指示を。記事の一部を引用してお伝えします。今回はちょっとやばいネタです。 前々からいろいろと噂があってしっかり調べようと思っていたけどもなかなか時間が取れなくて調べられていなかったのですがあくまでもやばすぎるネタなので都市伝説という形で聞いてください。秋篠宮様の父親が上皇の秋人様ではないのではないかという疑惑ですね。いろいろとそういう噂は知っている人は多いと思うけどもしっかりと調べられた人もあまりいないと思います。 まず疑問に思われる点として顔と身長が違いすぎて本当に秋人様の子供なのだろうかと感じたことはありませんか。こういったことから疑惑が出てきてもしかしたら実の息子ではないのかもという噂が浮上しました。それじゃあ誰の子供なんだろうということになりますよね。現在の天皇陛下の特任様は秋人様に身長も顔のパーツとかも似ていますよね。 でも、秋篠宮様はどうも似ていないし、父親が違うのではないかと言われています。そこで誰が父親なのかということですが、安西高之さんではないかと言われているのです。調べてみると顔もそっくりで身長も高くて180センチぐらいあります。ちなみに安西高之さんは昭和電工の取締役や日本体育協会の会長や日本ゴルフ協会の会長などを歴任されたすごい人です。 そして安西高之さんの妻が正田恵美子さんで道子様の妹さんになります。つまり赤の他人ではなくて親族になるわけですね。つまり道子様と安西高之さんの子供が秋篠宮様ではないかということですね。まあさすがにこれが本当だったらやばすぎますよね。さすがにたまたま似ていただけではということも言えるのですが実は安西高之さんの祖父が森信照さんといってマコさんと売り二つなんです。 そっくりさんで番組に出たら優勝するレベルで似ています。さらにもう一つの可能性としては安西隆之さんと正代恵美子さんの子供を養子として入れたという可能性ですね。はっきり言って今だとありえない出来事だと思いますよね。ただ今の状況と違って当時の状況を考えてみてください。天皇陛下に権限がなかった時代です。日本は戦争に負けて GHQ が実質の権力を持っていました。 その GHQ とカトリックの小泉心臓が手を組んで天皇家にカトリック教だった道子様を結婚相手として強く推薦されたら断れないのではないでしょうか。敗者の日本なんてアメリカに言われるがままで道子様もキリスト教ということを除けば学業も優秀でスポーツもできて断る理由はないでしょう。マ、ま、ー、あ、メディアではその時テニスコートの恋とかそういった感じで言われていましたが実は仕組まれた縁談だったのでしょうね。 道子様も結婚された当初皇室に入られた時は宮内庁も家族で占められていたようだからなかなか馴染むのに苦労したのでしょう。それで皇順皇后からのしつけがいじめだと感じていたのかもしれませんね。その感情が子さ子様に向けられているのかもしれません。道子様は皇室を変えられようとしていたようです。これまでの皇室の習慣をどんどん変えていったのです。 子供もこれまで皇居内で出産されていたのが皇居内の宮内庁病院での出産を望まれて皇族として初めての母子手帳を渋谷区役所から交付を受けたようです。こういった新しいやり方が気に入られなかったようで本人はいじめられたと思っているのでしょうね。その自由な生き方や育て方が秋篠宮家に受け継がれているのかもしれません。 道子様の子育て方法を子供の特任様の名前を使いなるちゃん憲法と呼ばれていたようです。それにマスコミも乗っかって報道したようです。まあ道子様も昔からマスコミを利用するのは得意だったのかもしれませんね。当然これまでのしきたりを変えようとすると高順皇後,后と衝突しますよね。それに生前退位も憲法違反でしたからね。 一応、皇室天般には生前退位を特例として認めるとはなっていますが、内閣の承認なく退位を述べることは憲法違反になるのです。まあ、その数時間後に内閣が承認したから数時間の憲法違反だけで大きな問題にはならなかったんですけどね。まあ、それにしても、秋篠宮様が上皇ご夫妻の子供でない可能性の方が高いですよね。明らかに安西隆之さんの方が似ていますからね。 もし仮にこれが本当だとすると秋篠宮様は皇族ではなく一般人ということになるわけですからね。そしたらその子供の真子さんも一般人になるわけです。まあ当然あと二人の加古様や久人様も一般人になってしまうというわけですね。だから一般人が国民の税金で暮らしているということになってしまうわけです。 そんな小室夫妻に今では8億円の費用が外務省の予算で作られていると言われているわけですからね。まあ今でもプロ野球選手の子供さんが生まれたら黒人だったから離婚したとかそういう話もありますけどね。浮気とかで安西高行さんと美智子様の子供の可能性もあるし安西高行さんと正代美子さんの子供を養子にという可能性もあるわけですね。今回取り上げるニュースはこちらです。 記事の一部を引用してお伝えします。赤坂御用地に男が侵入。真子さんの結婚生活の問題や、久人様の地区不ずる入学の問題などで、多くの国民から批判を浴びている秋篠宮家ですが、今月4日には、秋篠宮邸のある赤坂御用地に、男が土手をよじ登って侵入する事件が発生しました。上皇ご夫妻や秋篠宮ご一家などのお住まいがある赤坂御用地、 東京元赤坂に侵入したとして、工具警察は4日、二十歳代の男を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕した。工具警察幹部によると、男は同日午後3時50分頃ごろ、御用地西側の土手をよじ登り、敷地内に侵入した疑い。男は間もなく工具護衛官に取り押さえられた。調べに対し、意味不明な言動をしているという。男は、 敷地内に侵入後、直ちに取り押さえられたということで、大きな問題とはならなかったようですが、場合によっては大変な事件ともなりかねないショッキングな出来事でしたが、ニュースサイトのコメント欄には、この男性を擁護するような意見も数多く書き込まれていました。赤坂御用地の方々には、国民が説明してほしい事項が山積。コロナが終焉しておらず国民の生活が毎日生きていくことで大変です。 どのような理由で侵入したかは不明ですが、国民の不満の表れかなと、国民の声に真摯に向き合う姿勢をしてほしいと、このような手段でしかできない、言論統制のような吉踊り知識現状をなくし、耳に痛いことでも聞く姿勢を望んでおります。意味不明なことを言っている人ではないかもしれません。書き消されているのではないでしょうか。と思われないように、 具体的な侵入の理由を聞いた事実を書いた方が良いと思います。20代だという部分がそう感じます。土手をよじ登り侵入とは何ともねえ。すごく労力かかることだからきっと一大決心したようにしか思えないです。赤坂御用地だというのが、なんとなくそんな気がしてならない。本を出版した方への不満なのかもしれないような気がする。 ここに侵入するということは簡単にできるわけはなく何らかの理由があったと思います。意味不明と言ってるが本当は国民に知られてはまずい内容ではないですか具体的な内容を知りたいです。意味不明かどうかは国民が判断してはどうですか意味不明な言動かどうかは我々に判断させてください。何を話したのかちゃんと教えてくださいよ。 国民に知られたらまずいことを言ったら意味不明な発言とされてしまうのでしょうか。いずれにしてもきちんと発言の内容を公表してほしい。犯行動機は、秋篠宮家の抗議か。先の、読売新聞の記事では、取り調べに対して、男が意味不明の発言をしていたということになっていますが、実は、コメントにもあるように、この赤坂御用地に侵入した男性は、取り調べに対して、 秋篠宮家に対する不満を口にしていたようです。ニュース記事では、男が意味不明の発言をしていたと報じているのですが、実際には、この男性は、かなり理路整然とした調子で、秋篠宮家に対する不満を口にしていました。特に、秋篠宮家が、ニューヨークに移住した小室夫妻に多額の資金援助を行っていることや、久人様の筑譜入学のために多額の裏金を用いたのではないか。 ということについて厳しい口調で急断していたようですね。ただし、こうした犯人の犯行動機は、マスコミでは一切報道されず、黙殺されることとなりました。その理由として、一つには、このような犯人の犯行動機をマスコミを通じて大踊り時的に報道してしまうと、赤坂御用地に侵入すれば、 自身の政治的主張をマスコミを通して大踊り時的に広めることが可能になると考える模倣犯が出てきてしまう可能性があること。それから、こうした犯人の動機を報道してしまえば、ますます秋篠宮家に対する批判の声が強まってしまう可能性があること。そして、最後に三つ目の理由として、現在のように秋篠宮家に対する批判の声が強まっている状況で、 犯人が秋篠宮家に対する抗議のために犯行に及んだことを報じてしまった場合、この犯人が反秋篠宮派の人々から英雄視されてしまう可能性がある。ということで、警察側も、この犯人の犯行動機の公表にはかなり慎重になっているようですね。警視庁関係者。これは儀許である。彼の弁明を意味不明と報道している時点でおかしいな、と思いました。 ここに道子による自作自演とまで書かれましたが、あの情報をリークしてきた人物の意図も、本当の侵入動機を道子のせいにしてでもいいから、秋篠宮家への抗議目的だったことだけは伏すしかないと考えたと見られるからです。秋篠宮家への抗議、なる人継承への反対意思表明のために、あえて違法行為でもすることは、義挙になります。実際、本件では誰一人怪我もしていません。 よく検察庁への抗議として、霞ヶ関本庁舎の表札に生卵をぶつける行為があります。あれと同じです。宮内庁が今行っていることは、両陛下への不敬不忠行為そのものであります。被着羊でそもそも皇族の地でもない男の存在が、道子にとっては極めてまずい、小高の地部になるので、無理にも偽皇族に行為継承させることで、 小田家と安在家の両家を無事に生き延びさせようというとんでもない動機があるのに、道子の意向に怯える役人たちが、自分の任期中だけはつつがなく終えようとして、義皇族からの功績剥奪決断を先送りばかりしてきた結果が、カイレコールであり、ピンクの尾の事件であって、本件もその類型に連なるものです。皆さんおはようございます。皇室の話題。どうぞよろしくお願いいたします。 今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。9月11日のお誕生日に際し、のりこさまはまこさまのご結婚について、娘の意思を尊重したいと、事実上の結婚容認姿勢を国民に示しました。のりこさまは長い間、まこさまの本意を促すためにあらゆる説得の限りを尽くされたそうですが、 小室圭さんへの一途な愛を守ってきた真子様にま子さまに根負けしたようです。秋篠宮家関係者。ただし、この件の発端となった小室圭さんの母加代さんと、その元婚約者との間で生じた金銭トラブルに関しては、未だ国民が納得できるような結末を迎えていない。11月30日には秋篠宮殿下がお誕生日を迎えられ、これに先立ち20日に記者会見の場が設けられる。 例年通り、真子様の件についても何らかの回答をされることになるだろう。おそらく殿下は会見で、国民感情への寄り添いを示すために、小室家に再度解決を促すようなお言葉を煽るのではないでしょうか。また、会見と前後する11月中旬、下旬頃の宮内庁からの発表では、農祭の儀の再延期という事務的な発表がなされるものと思います。皇室ジャーナリストの佐藤き子氏。 喜ぶ眞子さまと家族の溝。ただ、これに喜んでいるのは眞子さまお一人である。というのも、秋篠宮家は、眞子さまの婚約延期問題がこじれて以降、長い間ご一家全員が吹きすさぶ向かい風に静かに耐える状況にある。10月1日、秋篠宮ご夫妻は約7ヶ月ぶりの外出公務として東京都千代田区の国立劇場を訪れ、 文化庁芸術祭のオープニング公演をご覧になったが、これを伝えるネットニュースなどには、公務はいいから家の問題に集中してほしいなどの声が並んだ。また、次女の加古様に関しても、9月から全国高校生手話パフォーマンス甲子園や国際ガールズメッセージにコロナ禍では皇族として初めてビデオメッセージを寄せられるなど、熱心に単独公務の機会を持たれているものの、 やはり同様に冷ややかな声をぶつけられている状況だ。こういった世間からの礼風は、真子様が国民の納得と祝福を得られない結婚の道を選ばれる限り、半永久的にやむことはないだろう。そのような懸念は、三宅の家庭環境にも影響を及ぼしているという。女性セブン10月29日号では、加古様が趣味とされるダンスをめぐり、 のりこさまとの母子関係に亀裂が生まれているとも報じられていますが、これに加えて国民からの冷ややかな声も、家族愛の崩壊の要因となっています。かこさまは国民からの声に腹を据えかね、秋篠宮殿下に、お父さんから国民に、皇族を応援するのは当然の義務と言ってやればよい、などとおっしゃりますが、殿下は曖昧な返答をなさるのみ。ご夫妻の間で異かいが勃発した際に、 言葉の応酬の上での離婚するなる人は川島の後取りにするなどの発言が飛び出すと、殿下の情けなさに迫役している過去様も賛成。と愛の手を入れるのです。殿下は、かつての可愛く聡明な内心の方のお姿を思い浮かべ、どうしてこうなってしまったんだ、とお一人で涙を流されているに違いありません。秋篠宮家関係者。この記事皆さんはどう思われましたか ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。過去様は国民からの声に腹を据えかね、秋篠宮殿下に、お父さんから国民に皇族を応援するのは当然の義務と言ってやればよいなどとおっしゃりますが、殿下は曖昧な返答をなさるのみ。ご夫妻の間でさかいが勃発した際に、言葉の応酬の上での離婚するなる人は川島の後取りにするなどの発言が飛び出すと、 殿下の情けなさにヘキ,ヘキしている加コ様も賛成。と愛の手を入れるのです。一ち子は、こんなダメンズみやけなのに、国民に応援義務まで求めていたんですね。こりゃ女性みやけなんてヨ子には絶対にやれませんね。どんなに公費を浪費するやら。にへたれ息子は川島の後取りにですか弟の船君がいるのに、ノ子の目からは、あれではダメなんですね。 まあ、このノリコによるナルヒト親戚交換には大賛成です。川島ナルヒトと解明させ、離婚後のノリコがちゃんと育児すればよろしい。十五歳になっても、本当は六歳で開始すべきだった論語素読がまだできない知能で和書先天皇になんかなれません。撤退するなら、一日も早くが本人のためですよ。ヒサ君は毒親の母に支配されてやっぱり裏口コース。 それにしても今までの記事からわかる秋家の雰囲気は最悪。両親の喧嘩は日常茶飯事。父が怒鳴る。母は泣き出す。皆、口を聞かなくなりそれぞれの部屋にこもる。母は職員に八つあたりでキンキン声でご指導、叱責。職員がすぐ辞めるのも納得。こんな輩が次期天皇家だなんて職員たちも我慢して働いているんだろうな。お気の毒。 一方、天皇家は愛子さまが、職員にバレンタインやハロウィンにお菓子を配ったり、勉学の合間にバレーボールなどをやったり日頃から和やかな触れ合いがある。転勤などではお礼のお手紙まで書かれるとか。両家の雰囲気は驚くほど違いすぎる。昨日、たまたま書店で、婦人公論を買った。愛子さまの歩まれた20年という見出しが目に入ったからだが、 そのページがモノクロでカラーではなかったのは残念。こんなところまで誰かの力が働いているのか、忖度なのかな大体いい見覚えのある写真だが、2005年の宮内庁職員文化祭に出された愛子様の作品は私は初めて見たので、白いおひげのサンタさんという可愛い作品はカラーで見たかった。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。 エムコさんメット就職で皇室の宝がトレードに噂のキーマン A 氏を取り巻く人物の謎。元皇族のパワーを武器に、もうすぐ憧れのニューヨークメトロポリタン美術館への就職を果たすのではないかと報じられているエムコさん。その際に皇室三の丸肖像館の大変価値のある収蔵品がトレードに出されるのでは、と騒がしくなっている。 政権の中枢で2017年からそうした提言をしていた A 氏。だが彼は、社会的地位がかなり高いにもかかわらず、ツイッターで国民を罵倒することがある。日本に来て、どんな人物と交流する中そんなきつい言葉を覚えてしまったのか。筆者は、被害者の一人として、彼の周辺人物がやけに気になってしまった。A 氏、イカダ氏に変更。 菅前首相が経済政策のブレーンとして長く信頼していた元証券アナリストで、最近は情報番組のコメンテーターとしても活躍している50代後半の在日イギリス人。よろしければ、その1の、M 子さん皇室の宝を手土産にメット就職か後押しと噂の都合でキーマン A 氏について、及びその2の、M 子さん就職を後押しと噂の A 氏は頻繁なエゴさで国民を罵倒もお読みいただければと思う。 まずはダシの経歴から。オックスフォード大学で日本学を専攻し、1985年に1年ほど日本に滞在してすっかり茶道にはまり、着物を着ることを覚え懸命にお稽古に励んだそうだ。コンサルティング会社、ソロモンブラザーズ証券を経て、ゴールドマンサックス証券で証券アナリストとして活躍し、2007年に退職。40代だった2009年、 国宝重要文化財の修繕に関わる東京都港区の警備工芸者に入社し、その後に社長を引き継いだ。ここからは、ダシが来日後に交流してきたと思われる人物や組織についてとなる。残念ながらツイッターや匿名掲示板からの情報は含まれず、メディアが配信した情報のみとなり、また、不正事ばかりで大変読みづらい上 Google 検索に非対応としたことをお許しいただきたい。 養蚕作業取りやめの裏に道子様の圧力今回の養蚕作業が取り留めとなった最大の理由は、体調不良であったようですが、その他、道子様からの遠回しな圧力もあったようですね。ある宮内庁関係者は次のように事情を説明してくれました。養蚕作業は、皇室の伝統的な行事でもあり、平成の時代には、皇后であった道子様が取り組まれていました。ですが、 その頃から、道子様は、真子さんに作業をお手伝いさせる一方で、ま子様や愛子様には作業を手伝わせなかったようですね。皇室の伝統を大切に思われているま子様は、そのことに関して深く気に病まれていたようです。週刊誌等は、道子様が、ま子様に養産作業を手伝わせなかったのではなく、ま子様が、養産作業の手伝いを拒否されている、などと報じていたのですが、一昨年から、 養産作業を行われている姿を見れば、そうした報道は大変疑わしいものだったということがわかります。もともと、雅子さまは、虫や動物が大好きで、田園町ふふたば学園小学校の6年生の時には、生物部に所属して、部内のリーダー的存在として活躍していたほどですからね。ですが、どうやら、今回の養産作業の日程が近づくにつれて、道子さまは、雅子さまに対して、 無理して養蚕作業をしなくても良いのよ、などと煽られたり、政子さんは体調は大丈夫ですか体調が悪いなら、養蚕作業は取り留めた方が良いですよ、などと何度も何度もしつこく煽られていたようです。まあ、遠回しに、養蚕作業は取り留めにしなさい、と煽りたかったのでしょう。もちろん、そのようなお言葉も無視してしまえば済む話ではあるのですが、政子様は、 そうした嫌がらせのような遠回しな警告であっても、敏感にその意図を察知し、遠慮されてしまうタイプですからね。もちろん、体調不良というのは事実なのでしょうが、一方で、美智子様のご意向に逆らってまで、作業を行うことを回避されたという面もあるようです。宮内庁関係者。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 小田美智子の主説すべてはまさこさまの手のひらの上で踊らされているだけなのに。一過病を起こしたな、と分かったときは、一切口答えなどせず、会話もせず、怠けてみせるとお猿さんのように、ケケケと喜ぶみてこ。二茶会で悪口を言い合っているな、と聞かされても、はいはい私は至らぬ嫁でございます。とスパイの上皇職の前で誰かに話すふりをしておけば、またまたお猿さんのように、 ケケケと喜ぶみてこ。三愛子を決して外国賓客の前には出さないように、とぐちぐち言い出したときは、ハイハイ愛子は体調が優れないようで失礼させていただきます。とだけ回答すれば、秋篠宮家を見よとかきらみは言うものの、清白や老和の坊主を持ち上げるのは社交辞令か障害児への辞愛なんだからと割り切り、無視すると、またまたお猿さんのように勝ち誇って、皿帽子を太鼓のように叩いて、ケケケと喜ぶみてこ。 皇室は、庶民レベルでは到底理解できないレベルにあるようだ。だから、庶民から見ると、狂っているように見える。しかし、皇室特権に囲まれ、何の不自由もなく、庶民的感覚など微塵も持ち合わせていない、生活習など全く身につけていない皇族にとって、庶民は何のために存在するのか、わからない。北の将軍様が庶民と虫けらの違いがわからないのと同じメカニズムだ。 そんな中にも、庶民はわずかながらの三つきを見出すことができる。庶民の気持ちなど理解できない皇族にとっては、庶民が仰ぎ見る相手に対し、壮絶なパッシングを浴びせる。そう考えると、多くのことが説明できてきます。しかし、根底には、さらに根深い、それこそ庶民には除くことすらできない闇があるに違いありません。雅子様。さま。 のりこごやミチコ語なんかわからなくていいんですよ。ご即位のパレードでは、馬アレルギーでもないのに、アレルギーにされて、ミチコは雅子様の馬車使用を実力阻止してきたこともありました。あれはひどかったですね。でも世界がミチコの嫁いじめの実態を目の当たりにした瞬間でもあり、この日がミチコ長楽の始まりだったかもしれません。 美智子はまさにかよやのりこと同レベルのドロドロした動物のメスでしかないことがわかりました。雅子こさまはこうした動物レベルのごたごたは最初から超越されていてそこが大好きな部分でもあります。およそ国の皇后にならんとするお方が、皇室内部の足の引っ張り合いで泥仕合に巻き込まれることがお嫌なのはよくわかりますが、美智子ものりコも、 雅子様と愛子さ様を自分たちと同レベルにまで貶めようとこれまた必死になるのが滑稽です。IQ で言うならば、文人が60、完全なる知性、で、ノ子が90くらい、やや知性気味、で、道子はやっと標準程度なのでしょうけど、愛子さ様が160、雅子さ様も同等の超超天才なので、言葉も発想も全然噛み合わないことばかりの連続です。ノリコ語、ミ子後は、雅子さまから見れば、 猿語か豚語のキーキーか、ブーブーでしかないので、一生懸命役立ちようとはなさられるものの、いまいちピンと来られていないのがよくわかります。でもこれを理解したってどうしようもないことです。せいぜい非着羊文人と精神白弱自への好意継承を認め、早く生前退位してくれないか、との無法な要求を相手にしなくてはならなくなるだけなので、聞こえないふりをしているのが一番の防御方法ですから、 道子を隠れまでは、政子様さまもしばらく天の岩と暮らしが続くのでしょう。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。のりこさま、私、国母なんでと、政子様さまにかけた、おじひが仏義宮内町もあわふく行天計画、立王子が祝日に記事の一部を引用してお伝えします。立王子の例11月開催に賛否両論の声。 今月9日、政府は閣議にて、秋篠宮殿下が後位継承順1位の講使となられたことを国内外に広く示す、立王子の例を11月8日に開くことを正式決定した。当初、4月19日の開催が予定されていた立王子の例であるが、コロナウイルスの感染拡大の影響により延期されていた。現在もコロナウイルスの感染は完全には収束していないものの、 今後は12月の雅子様さまのお誕生日や、安定的な行為継承に関する議論の開始など、重要なスケジュールが控えていることもあり、やるなら11月しかない、政府関係者、として、11月8日の開催が正式決定されたという。コロナウイルスの感染対策として、祝縁である、共演の儀は取りやめとなり、参列者の数も当初予定されていた350人から50人程度へと大幅に規模を縮小させる。 また、参列者はマスク着用を義務化し、原則、海外からの参列者はなしとする方針であるという。コロナウイルスの感染が完全には収束していない状況での儀式の開催に関して、ネット上では反対の声が上がり、ツイッター等では、天皇陛下をコロナウイルスに感染させるリスクを犯しても良いのか、といった意見も書き込まれている。一方で、 男系高等の伝統を維持することを重視する一部の保守派の評論家の中には、皇室の伝統が守られるためにも非常に重要な価値ある儀式だ。このように秋篠宮殿下の皇位継承を国内外に広く示す儀式が厳粛に取り行われることは大変喜ばしいことである、などと好意的に評価するものも多い。このように、賛否両論様々な意見が飛び交っているが、多くの政府や宮内庁関係者らの中には、 ようやく昨年の代替わり以降の即位関連の一連の儀式を終えることができる、として安堵しているものが多いようだ。立王氏の例開催日決定に喚起されるのり子様。4月に開催延期が決定されて以降、正式な開催日が決定されるまでに大変長い期間を要した立王氏の例であるが、開催日の決定が遅れた大きな理由の一つに、政府の方針とのり子様のご意向との対立があったという。 政府は、安定的な行為継承策に関する議論を本格的に開始するためにも、希望を縮小してでも、できる限り早く儀式を開催するようにと調整を進めていたのですが、一方で、のりこ様は、秋篠宮家の存在感を世間に広くアピールできる機会でもあるこの儀式に関して、開催時期が多少遅くなっても、可能な限り盛大に取り行ってほしい、という要望を持たれておりました。このような、 政府の方針と、のりこ様のご意向との対立の調整にかなりの時間と労力がかかってしまったようですが、結局は、なんとか年内に儀式の開催を。ということで政府関係者がのりこ様を説得し、希望を縮小しての11月8日開催が決定されました。宮内庁関係者。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。ただし、 日本国民にとっては、この冒頭の写真を見るのさえ吐き気がするほど嫌で、貴子さんが、国母などおぞましいとしか言いようがありません。次々と、過去の不正や犯罪が明らかにされ、皇室を追われることを願っています。冒頭の写真は見れば見るほど狐ね顔。あざとさ、ずる賢さ、したたかさ、強欲、性欲。良いところを探してみるも、一つも見当たらない。 タヌキだと少しは可愛げがあるが狐が取り付いている面構え。狐の行列から離脱して皇室に紛れ込んだかのよう。人を化かすと言われている狐が。天末は人に化かされる。まるで乗り子日そのもの。この辺でいい加減にしないと天より裁きを受けることになるでしょう。半島人が。日の丸の国旗形容などと、ずうずうしいにもほどがある。 日本国の国旗が汚れる。狐火のことなどを日本人として認めていない。この日に国旗形容をしている役所や警察署などはどこにもなかった。